感も必要だと思うんですね。もちろん男性目線からの綺麗さやセクシーさも大事だと思うんですけど、これからは女性のターゲットにしていきたいなと思っています。それではこちらが新ブランドで発表しようと思っているランジェリーのサンプルです。こんな感じです。こちらが従来のランジェリーなんですが、こちらのフロントの幅が14センチですかね、大体14センチに対してこれがですね、大体9センチになってます。今回の企画はインポートで採用されているような9センチのものにして、ショーツとタンガの2タイプを展開させる予定です。いかがでしょうか。けどうちの客層的にタンガあまり数字が出てないんじゃないのか。なのでこのフロートの幅を変えることで新しいお客様に来ていただけるんじゃないかと思うんです。インポートランジェリーの売り上げは年々確実に伸びています。うちでもパターンを変えて繊細なレースなどを使用するなどデザインを変えれば、新しい顧客も必ず掴んでいけると思うんです。さすがだな、元カリスマ販売員で毒もだろ。そりゃ引き抜かれるわ。あんなデザイン今までうちになかったもんな。それにあの子だったら広告塔にもなるしな。だな。でもどうせ社長の女なんだろ。ほら、つきもんじゃ。マジで？だとしたらショックだな。ビーフお疲れ様です。それで客車をつけようと思ったんです。お疲れ様です。今ちょうどサンプルが上がってきたので皆さんに。いい生地ね。ありがとうございます。読者モデルだかなんだか知らないけど、一応ほら学校には出てるみたいだけど、まあ素人みたいなもんでしょ。ほらもう見てこれ、せっかくいい生地使ってんのにこんな紐みたいなデザインにしちゃって、もうなんなのあのチャラチャラした女は。下着のデザインもこんなチャラチャラして、ほら見てこの細さ、具が出ちゃうわよねこれね。いや下着としても意味ないでしょ。だけどさ、なんなのあの女。あのさ、あの彼女もさ、あの一生懸命やってんだしさ、あのもうちょっと仲良くしてよ、ね、ね、ね。あ、そう。あんた、あの女の味方すんの。いやいや、いや、そういうわけじゃないけど。あ、そう。今までこの会社は私のデザインで持ってるの。あなたもそれで社長にまでなったのよね。そうでしょ。それを急に新しいデザイナーを連れてきて新しいブランドを任せる、そんなことされたら私の立場がないじゃないの。それはね、経営方針としてそうやろうかなと思って。同期の私のことを考えたらそのくらいどうにかできたんじゃないかしらね。いや しかしだね。ね、私全部知ってるのよ。何のこと？受付の冬月さん、秘書室に異動になったわね。なんで受付の女の子が社長秘書になんてなれるのかな。いや他にもまだあるわよ。え？経理の木更木さん。わかったな。まさかあなた、あの子とできてるんじゃないでしょうね。バカなこと言っちゃいかないよ。
この会社のチーフデザイナーは私よ。本日はありがとうございました。では次のサンプル画像上がり次第お送りさせていただきます。それにしてもさすがだよね。うちでモデルしてただけあってコンセプトもバッチリじゃん。ありがとうございます。それでさ、俺の彼女になる話いい加減考えてくれた？お気持ちは嬉しいんですけど今仕事中なので。じゃあさ、せめて食事だけでも付き合ってよね。君だけじゃないでしょう。うちの雑誌の影響力がどれだけあるのかわかるよね。君の態度一つでさ、ね。どんな素敵な下着つけてるのかな。ねえ、ゆらちゃん。僕に見せてよ。やめてください。まだそんなこと言ってるの？え？そんな固くなってないでさ。ほら、素敵な下着つけてるんでしょ？僕に見せてよ。ほら、恥ずかしがらないでさ、下着見せてよ。ね。たっぷり見ててあげるからさ。